皆さんこんにちは。本日は JR 東日本東京都台東区にあります上野駅に来ております。今回はこちらの上野駅から群馬県の長野原町にある JR 吾妻線長野原草津口駅まで、草津温泉のアクセス特急列車として活躍している JR 東日本の特急草津号に乗ってきたということでやっていきたいと思います。というわけで本日は上野駅から長野原草津口駅まで特急草津号に乗ってきたということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回乗車する特急草津は1985年より東京都の上野から群馬県の長野原草津口駅まで、あの日本で有数な温泉地帯草津温泉へのアクセスに便利な列車として活躍している特急列車です。そしてこの特急草津号に使用されている列車は、この画像の通り JR 東日本で最も古い車両である651系電車というものが使われております。こちらの651系電車は JR 東日本で最も古い列車となっているのですが、実は今年の3月のダイヤ改正で651系老朽化に伴い、新しい車両257系5500番台というこちらの緑の列車に置き換えが変わっております。というわけで今回は651系の乗り納めも兼ねての乗車ということでやっていくわけです。今年の3月にはこちらの緑色の新しい車両に変わってしまうということになりますので、皆さんも早めに現在の651系に乗っておきましょう。さあ、というわけで今回乗車します特急草津号は、上野駅9時ちょうど発特急草津31号の長野原草津口行きです。今回はこちらの特急列車に始発駅上野から終着駅の長野原草津口まで全区間乗車していきます。で、今回ちなみに乗車する特急草津31号なのですが、本日ね、この指定席券売機で空き状況をね見てみますと、なんとこの通り3号車と6号車が残りわずかと書いてあるのですが、このね3号車の空席状況を見てみますと、なんと残り通路側1席、そして6号車もこのように一応ここ窓側2席空いてるのですが、この後すぐに売り切れまして、結局本日乗車する特急草津31号は満席ということになったんですね。さあ、というわけで上野駅14番線には、今回乗車する JR 東日本で最も古い特急、特急草津号の651系が到着です。はい、というわけでこちらが今回乗車する JR 東日本で最も古い特急651系です。こちらの列車はもともと常磐線の特急列車として上野からいわき、仙台などを結んでいたのですが、常磐線に新しい車両 E657 系が投入されたことにより、こちらの651系は常磐線からの運用はなくなりましたが、しかしまだ使えるということになりましたので、この高崎線特急、特急草津号や赤城号に転用されたというわけなんですよね。なのでこの列車もともとは特急の常磐線の特急として走ってきました。さあ、というわけでこのようにヘッドマークが草津と変わりましたので、今回この651系、まもなく引退ということになりますので乗り納めをしていきたいと思います。それでは満席の草津号5号車乗車口より車内に入っていきたいと思います。で、この651系はほぼほぼもう国鉄時代のもうすぐ後に製造された列車ですので、かなりこんな感じで床は傷がついているという形になります。車内はこんな感じ、2プラス2横4列の特急型の座席となっております。
まあこちら確かに一昔前の、まあ、座席だなという感じがします。今回はこちらの5号車の7番 A 席、進行方向右側の座席を使います。というわけでこの651系の座席紹介を簡単にしていきたいと思います。座席自体はこのような紫色のような座席をしていまして、こちら確かに一昔前の座席だなという感じがします。でしかもですね、この651系の座席、今の JR 東日本の特急のね座席より結構豪華な感じなんですよね。そういえば、座席前面の座席紹介です。座席前面にはこのような背面テーブルがついているのですが、今の JR 東日本の特急より一回り小さい感じがします。まあでもお弁当ぐらいは避けることができます。そして座席前面には網ポケットがついております。ただドリンクホルダーなどのねサービスはございません。でちなみにこの網ポケットにはこのようにまもなくね先ほど言いましたが来年の今年の3月ですねに E257系5500番台に置き換えが決まっているということでパンフレットが入っておりました。さあというわけで今回乗車しています特急草津31号は9時ちょうど発上野駅を発車します。この先この列車は東北本線、高崎線、上越線、吾妻線を経由して終点の長野原草津口まで2時間と24分の乗車、途中停車駅は上野を出ますと赤羽、浦和、大宮、熊谷、高崎、新前橋、渋川、中之条、そして終点の長野原草津口という形となっております。かなり早いのかなという感じがします。でちなみにこの651系特急草津号で最もすごい点といえばこのリクライニング機能です。現在の JR 東日本の特急列車の座席と比べるとだいぶ倒れる方となっております。ただ今回は後ろに人がねいたということでやめときます。でこれもかなり年季の入った特急列車で、なんと普通列車にもね関わらずこのように読書灯がついております。こちらやはりさすが昔の特急列車、かなり設備はすごいと思います。というわけでこのように上の発車時点でもうかなりの満席状態という形になっておりまして、途中からね隣のお客さんも来ました。というわけで列車は現在上野からの最初の通過駅である奥駅を通過しております。こんな感じで奥駅を通過で、今回実は上野駅発車10分ほど遅れていたということで、少し先が詰まっているのか速度はあまり出ていませんでした。というわけでね、この651系の素晴らしい座席が見れるのもあと2ヶ月ちょっとという形になります。それではね、本日2時間24分この素晴らしい座席で楽しんでいきたいと思います。というわけで特急草津31号は上野からの最初の停車駅赤羽に到着です。東京都最後の駅という形になります。でこの赤羽駅でほとんどの座席が埋まったという形です。そして列車は東京都と埼玉県のね県境を越える荒川を渡っておりますで、この先は、埼玉県を渡るという形になります。でちなみにね、先ほども言いましたように10分ほど遅れていたので、このね赤羽を出た後はかなり本気の走りをしておりました。というわけで草津31号は大宮駅に到着、向こう側には武蔵野号が見えております。というわけで大宮に到着しました。この大宮駅で今まで走ってきた東北本線とは分かれて、この先は高崎線を北上していくという形になっております。
この大宮駅を出ますと、次は高崎線の熊谷です。だいぶ駅を飛ばすという形になっております。というわけで列車は大宮を発車。ここで東北本線と分かれて、この先高崎線をひたすら北上していくという形になります。というわけでこのように高崎線内もかなり遅れているということで、爆走しながら駅を通過しております。かなり早くなっております。そして列車高崎線内をひたすら北上してきまして、熊谷も停車しまして、現在見えているのはこちら群馬の車両センターです。まもなく高崎に到着します。ちらっと現在ね、先ほど12系も見えておりました。まあ、12系にも何回か乗って動画に上げてみますので、上げていますので、ぜひご覧ください。というわけで列車は北関東最大の都市の駅、高崎駅に到着。この高崎駅からは、ここで高崎線は終了。この先は上越線で渋川まで行く形となっております。そして列車は定刻通り高崎を発車します。まあ、ここでですね、先ほど10分ほど遅れていましたが、ほぼほぼ遅れは回復しました。そして列車は新前橋を発車した後、こちらですね、小山方面に行く両毛線と分岐をします。この列車は渋川まで上越線をひたすら北上します。そして、見てください、この景色。これ素晴らしいですよね。奥側には、綺麗な赤城山をこのように一望することができます。これ上越線の中でもかなり見どころの高い、絶景スポットとなっておりまして、赤城山を見ることができます。そして列車は、上越線内の最後の駅である渋川に到着しました。この渋川を出ますと、ついにこちら今まで走ってきた高崎上越線と分かれまして、列車はこちら長野原草津口大前方面を進む吾妻線に進んでいくんですよね。このように2本のレールがあります上越線とは分かれて、この先は吾妻線を走っていくという形になります。ちなみに吾妻線は単線という形になっていますので、途中駅で何度か交換をするという形になります。列車は、小野上駅を通過しているのですが、この奥に見えています、石ころのようなものは、あちら、電車の線路に引いてある、バラストという石があるのですが、そちらが古くなった際に、交換用の石としてあのように積んであるんです。実は、電車のあのバラスト、石というのは、ここの小野上駅の小野上降臨から、この引いているという形になっております。列車は長野原草津口までの最後の停車駅である中之条に到着。この駅は四万温泉など、ここもかなり有名な温泉地帯の最寄り駅となっております。というわけで中之条に到着。そしてちなみに、この吾妻線というのはですね、もともと違う線路を走っていたんです。実はこれ現在高架線を走っているんですが、この現在走ってる線路というのは新しい線路で、実は2年前、3年前ぐらいに新しい線路に切り替わりまして、ヤンバダムというダムが作られてしまいまして、そのダムの中にもともと走っていた吾妻線の線路が沈んでしまったんです。なのでそのため、もともとの古い線路がダムの中に沈んでしまったため、新しい線路をなんと頑張って作ったんです。なので現在、ダムの中にね、沈んでしまった線路の代わりに新しい線路を作って、そこを走行しているんです。これかなりすごいことですよね。なので、元々の線路はダムの中に今あるという形になります。そして、新しい区間になると、このようにトンネルがずっと続くんですよね。元々、吾妻線トンネルなんてあんまり少なかったのですがね、今はですね、そのヤンバダムというダムが作られてしまったことによって、トンネルが多くなっております。そして列車は川原湯温泉という駅を通過中なのですが、実にこの川原湯温泉駅がヤンバダムの中に沈んでしまった駅として有名です。なので旧川原湯温泉駅は現在ダムの中にあるんです。なのでダムの中にあると、それはね、使えないということになりますので、この少し左側にですね、何キロか移してという形になっておりまして、現在の先ほどの川原湯温泉駅は新しくなったという形になります。というわけで、まもなく、列車はですね、ついに終点の長野原草津口駅に、上野駅から2時間24分ぶりに到着という形になります。651系も、あとこの長野原草津口に来るまで、ね、あと何回になるでしょうか。かなりね、もう期間は少なくなっていますので、ぜひ皆さん乗ってみてください。というわけで、列車はまもなく、トンネルを抜けますと、まあ、ただ、長野原草津口駅のね、到着前には、
一応このように八ッ場ダムが見ることができます。最後にこのように見ることができまして、でちなみにあちらからのこのこちらから来た線路、実は急線なんです。これ実はね、この八ッ場ダムができる前はこちらの線路を走っていて、長野原草津口駅到着前にもともと走っていた線路と現在の新線と合流するという形になっております。というわけでね、終点の長野原草津口、11時24分に到着します。で、この長野原草津口駅から日本有数の温泉地帯である草津温泉まではバスが走っていまして、満席でも JR バス関東というバスが7台8台とたくさん来ましてですね、積み残しをゼロにしてくれるという形になります。というわけで、やっとこ終点に着きました。というわけで、今回は東京都上野からこの長野原草津口駅まで、まもなくね引退が迫っている651系の特急草津31号に乗ってきたという動画でした。皆さんもね、早めに651系乗り納めをしておきましょう。というわけで、動画この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。